どういうこっちで。どうも、旅ってこんなもん TV のタカとヨメでございます。はい、今回なんですけども、今回ご紹介させていただくもの、旅コン TV の一番特集、イエーイ、ナンバーワン。こちら何かと言いますと、今まで僕が経験したものの一番というものをね、ついに決める日が来ました。僕とコミでなかなかこう一番というものをね、今まで出してこなかったんですね。あえてなんかこうどれが一番かっていうのもあんまりわからんっていうのも実際あるんですけども、まあそんなん言っててもね、なんかこう一番っていうものを考えることがやはり重要かなっていうのは思ったんで、一番というものをねちょっと考えていきたいなと思います。で、一つご理解いただきたいのは、今現状僕が思ってる一番だけであって、もちろんこう時間が進んでいけばその一番も変わっていく可能性があるという部分だけはご理解いただければと思います。では様々な一番というものをね決めていきたいんですけども、ちょっとやっていきたいんですが、ちょっと僕今仕事が入りまして、その仕事というものが、キャットタワーを組み立てるという仕事なんで、そのね仕事じゃないやろまあでもちょっと今も夜中の12時なんですけど、今日中にやります。ですのでちょっとねやりながらにはなるんですけども、キャットタワー組み立てていきます。一番も決めていきます。レッツゴー、旅コン TV。 ちょっと作業しながらっていう新しい試みではあるんですけど、ちょっと時間省略のためにやっていきます。一応これキャットタワーです。楽天の方でだいたい6500円ぐらいで買ったんですけども、170m ぐらいある高い。 170m ってやばくない？ 170cm やわ。 170m 超大型巨人やね。超大型巨人進撃の巨人もびっくりやね。てかハサミ持ってるの全然使ってるっていう。ハサミいらんかった。でも危ない、やめてから。じゃあこのバリバリ言ってる中言って大丈夫かな。ええよ。じゃあ一つ目の一番を決めましょうか。一番決めましょう。タカさんの一番感動したグルメは。感動したグルメ難しいな。一番ってもうそれこそいっぱいあるからな。特に無心とかはすげえ感動したね。それ一番お気に入りじゃないか。いや無心ってか、なんて言ったらやろな、その感動したっていうところで、グルメのところで僕的になんやろ、これは美味しいんかなって思って食べてめっちゃ美味しかったってものがやっぱこう感動大きいんかなと思ってて、だからもちろんその福寿館のお肉屋さんで買ってみんなでやったやつ、あの家でねバーベキューみたいな感じでしたやつも美味しかったんですけど、まあでもあれ美味しいって分かってたから、やっぱその分ちょっと感動がね薄れるよねっていうのがあるから、なんやろうな、いっぱいあるんやけどね。例えば芋あんの道の駅で売ってるさつまいもとかもすげえ感動したし、あでもね正直知れてるやろうと思って買って食べた時にビビったからな。あと野上もそうやしな、食パンがこんなの美味しいと思わなかったこともあるし、あでもやっぱあれかな、一番はひもろぎ、アスカーにあるひもろぎのカフェで食べたかき氷、あれが一番感動したかもしれんな。感動、どういった意味で、いやそれこそかき氷も知れてるやろっていうのはやっぱ思っててそのふわふわっていうかき氷は食べたことあるから、言うてそのふわふわくらいなんかなとは思ってたけど、まずそのひもろぎさんの雰囲気が良かったっていうのもあんねんけども、そのかき氷自体がふわふわ以外でも全部無添加で、で抹茶もめっちゃうまくて、とにかくやっぱなんかあの食感のかき氷ってひもろぎさん以外ないよなって思った。そういうのはでもひもろぎさんかな今現状僕が選ぶグルメ一番感動したのはひもろぎさん。また今年の夏も行きたいなと思います。いいね。いや食べてみたい。あれはめっちゃうまい。どうする？ついに開きました。開いたな。おお。そうかそうか、結構あれやな、大変そうやな。
じゃあどんどん行きましょう。はいはい。次は一番感動した観光地は？一番感動した観光地、むずいなそれ。めっちゃむずいな。一番感動した観光地は何だろうな。竜王ヶ淵とかもめっちゃ感動したよね。竜王ヶ淵、奈良県で言うたら、あと生駒スカイライン夜景、あと、奈良県外で言ったらやっぱ天の橋立とか。お、県外持ってくる。鳥取砂丘も。だって行ってるやん、旅で。コナモ TV で。感動したよね。一番はまあむずいな、これはかなり。でもまあこれもやっぱグルメと同じかな、考え方は。やっぱさ、戸塚とかも、玉城神社とかも感動したんやけど、一番期待値がなかったところ。言い方悪ない。いやでもなんかそれがやっぱでかいよな。一番期待値がなかった言ったらビビらされたところって言ったらやっぱ竜王ヶ淵かな。ソリ高原とかも感動すんねんけど知ってるしな。なんかもう、玉城神社も結構すごいっていうのは聞かされてたから、ってなったらやっぱ竜王ヶ淵かな。竜王ヶ淵は正直一切期待してなくて。ワンチャン没動画になるんちゃうかぐらいのドライブやったけど、行ったらほんまに健康にも恵まれてたしねえ、あの時よかったね、やっぱ一番僕的に嬉しかったのがその子供が、息子がなんかそこまで普段はリアクションしなかったんですよ、その当時はまだ都市的に。だけど結構感動してなんかこう空とかその映ってる水面を見たりとかしてたから、なんかそこも結構こう思い出深いというかっていうところで、まあ一番感動した観光地になるんかなとは思う。なるほど。まあでもこれもまた今後変わるかもしれへんけどね。でも今の現状はそう思うかな。これは適当に順番通りにやっていたんやんか。これ順番通りっていうか適当ではないかな、書いてあるやん、位置とか。うん、なるほど。タカさんは説明書が苦手です。基本読まへんもん。読まずに一回やるっていうタイプなんで、だからゲームとか買っても説明書まず絶対読まへん、読まずにやってみるみたいな感じかな、いつも。だけどこれはさすがに無理やわ。次いきます。一番達成感のあった旅は？あー、一番達成感のあった旅、うん、これは結構2択ぐらいの勢いやねんけど、うん、まあやっぱ琵琶湖の旅か近畿日本鉄道の旅で、京都編やな、のどっちかやなっていう、この2択やな。結構むずい。どっちも すげえ達成感あったんよね。でまあ近畿日本鉄道の旅、京都編に関しては予想だにしていなかった過酷さになってしまったから、2分の1の確率をあんだけ外すのかっていう、えぐい確率を外したから、あれコミと計算して 0.001 ぐらいの確率に出した。なかなか普段の人間味わえへん確率を外したんよね。やらせも一切ないから、あれやらせなんて基本今までないやろ、うん、やらせ今の言い方したらどっかでやらさんみたいな言い方したな。ないんやけどな、ほんまに。なんかあの旅ってやらせあるんちゃうかみたいな感じでな、最初の頃結構思われとって。あ、そうなん。いや思われとったかしらんけど、僕らが思われるやろうなと思ってた。だけどほんまになくて、まあ言うたらなんかあの最初の俺がなんか寝起きドッキリ食らうみたいな、うんうん、あれはやらせや。なんや、やらせしてるやん。いや、やらせっていうか水曜どうでしょうめっちゃ好きやって、その大泉さんが結構ドッキリに引っかかるみたいな、うんうん、あの入り方がめっちゃ好きやったんよね。そう、ちょっとパクりたかったわけや。ちゃうよ、言い方悪い。オマージュ。え、オマージュ。そう、パクってんちゃうねん。パクってんオマージュって。ブラッド一つで言ってるだけでめっちゃパクってるやん。ちゃう、インスパイア、せめて言うなら。いいように言うな。一番は、まあでもそんなこと言っときながらなんだかんだ出会いちゃうな。あ、そうなんや。まあ、やっぱ出会いちがなんで一番かっていうとこなんですけど、ほんまにチャリ旅が僕らめっちゃ好きやったっていうところで、純粋に楽しかったっていうのがあるよね。で、
まあ、久々にチャリ旅できたなっていうだけです。まずめっちゃ感動だったし、で最後ほんまに環境悪すぎてめっちゃ雨降ってきたね、うん、で、まあ、そういった関係でめっちゃ雨降ってきた関係でなんかこう体力的にもすごいしんどかったから、うん、ゴールした時の達成感すごかったね、うん、まあやっぱ目立ちですね。でもこれはなんか前の振り返りでもなんかそういうのコミと2017年か18年かの時に言った気するけど、うん、ここは変わりないよね。いくらかの家まで帰りますよ。やばい。キラオの早的になんかこう旅行の動画見ててこれは面白いなっていうのが何ある？面白いな。一番面白いなと思う動画。一番面白い。やっぱ一番いいことだな。おそらくこれはな、嫁も編集とか手伝ってくれてるところもあったから、まあ、昔はな。だから多分視聴者とはまた見え方が違うと思うね、視聴者さんとは。だからその編集での面白さとかもあるやん、やっぱり裏側を知れるやん、そういった意味合いでの面白さっていうのもあると思うから、嫁が選ぶ一番面白かった動画、一番これチデリタやば、学生CNG やからな、YouTube って。いや、大丈夫よ、それ。やばい、うちのレベルが。一番。ヘボすぎる。編集目線で言ったら、うん、山添の旅が一番、やっぱり、あれやりがいはあったな。やりがい、面白いとはまた違うけど、なんか、一番なんかテロップで、突っ込んだりとか多かったような気がする。あの動画は確か結構テレビチックにっていうのにこだわって編集したよね。そう、ただ一つ交換が、交換はな、ちょっとそうです、大きすぎたね。そうです、あれは申し訳なかったな、あれは私のミスです。最後ちょっとチェック甘かったわ、あれは。でもな、これ編集の難しいところで、もう今はな、数字が全部分かるようになったからもう大丈夫なんやけども、うん、ほんまにその編集画面で聞く音楽と出力した時に聞く音量の違いっていうのがあったから、うん、それに慣れるまでやっぱ難しかったよね。そうよね、うん、これは結構編集ならでは、編集してる人やったら分かるかもしれへんけど、音声って意外にむずいよね。むずい、バランスがすごいな、むずいよね。イヤホンで聞くのと、そうそうそう、ないのとでも違うし、全然違うしな。今はもう全部数字が、もうこの数字っていうのが決まってもうてるから、そうだね、それでわかるんだけど、これ痛いな、これ手触るのマジで。でも猫こんなんで爪研ぐよな。それが気持ちいいな。だってもう前のキャットとは爪研ぐ場所一箇所しか残ってないからね。2年ぐらいでも使ったもんな、このキャットとは。そうやね、言うてもこれ2代目やけどな。2代目だ、これ3代目やもんな。3代目マジで、この朝ひもが。そうやねんな。朝ひもぐらいはまだ綺麗やねんけどな。うん、欲しい方は連絡くれたら。いらんやろ、めっちゃ。一番しんどかった旅。ああ。これは、感動したにもちょっと近いねんけど、一番達成感があったか。近畿日本鉄道の名古屋編、で、京都編、で、琵琶市。で、しんどかったやったら、最近出た音羽山観音寺。あの一瞬のしんどさはあれはすごかったよね。言うてでもほんまに30分ぐらいのしんどさやもんな。一瞬言うてあれ30分ぐらいのしんどさやから。いや、往復で考えたら1時間以上。まあそうやねんけど、そう1時間やもんな、たかが。で考えたら、やっぱり琵琶市の最終日の、それこそ達成したって後に、橿原に実は僕らあの後帰ってるんやけども、そこがめっちゃしんどかった。ほんまにあれ裏話みたいな感じになんねんけど、動画ではもうほぼね映ってないんであれなんですけど、雨も降ってて、で僕たち昼飯も食べずに、朝だけ食べて、そこからずーっと何も食べずにこいでて、であの時はマジでもう倒れるかと思った。なんかこう距離感がつかめずにいたな。もう今までやったらもうある程度ここまで来たら、あとこんだけの距離感やから、これぐらい体力温存しようみたいなのがもう知ってる場所であればできたんですけど、あの時疲労が溜まりすぎてて、もう最後の二の口あたりからでもめっちゃ遠く感じた。もうすぐそこや、二の口。そう、めっちゃしんどかった。めっちゃ覚えてる、それ。もうほんまに地獄。何歳の時やっけ？
23、じゃあ24とかかな、あれは。そうか。じゃあ24やな。あ、ビワイチやな。うん。やっぱビワイチかな。ビワイチ。だから最初ら辺でやった旅がやっぱ一番しんどさとかはあるんよ。うん、そう。いろんな、なんか違うのしんどさはある。楽してきたんか。いや、五条旅もしんどいで、考えるって意味で。うん、でもやっぱ考えるのと体力って、やっぱ比べ物にならんやんか。そうね。うん。やっぱさ、精神的に辛いのはさ、それは仕事とかやったら辛いけどさ、でもやっぱり体力的に辛いの、辛いのってマジで辛いやん。でしかも精神的に辛いって言ってる、俺ら五条旅とか、仕事に例えたらあんなん精神的にやったら全然やん。って考えたらやっぱり、うん、体力的にしんどかったってところでは。軽じゃなくないそっち。軽じゃないこっち。軽。でそんな片方だけ軽じゃないってことあるの？ある。はいってなって。マジでめんどくせ。ほんまに久々にでもなんかものづくりしてるわ。せん。ほんまに料理以外のものづくりやらんからさリアルに。あのテレビ台も私が作ったもんね、ほんまに苦手やから。苦手っていうかもうできてるもんが欲しい。組み立ての家具多いよね。組み立て多いよやっぱ。配送だな。そうそう、もうできてるもんだから。レオパレスとかめっちゃええやん。もともとさ収納のあれとかついてるやん、レオパレス。そうな、うん、いや俺もレオパレスに住んだことないから。でも友達とか住んでてみんなそうやったから。なんか嫌じゃない？なんで？え？めっちゃ楽やん。楽やけど、なんかだって組み立てんねんで、いちいち別によくね、組み立てるぐらい。いや、しんどい。しかもなんか自分で組み立てるってことはなんか耐久性不安やん。耐久性、そんなことないよ。一番好きなシーンは？ちょっと待って、今、集中して。一番好きなシーン、一番好きなシーンはな、でも殿堂入りやもん。もうビワイチは殿堂入りやな、あかんない。でもビワイチのやっぱ一番好きなシーンはビワイチの達成感、あの一番最後の橋渡って小南と握手するとこかな。あれはやっぱ何やろ、なんか自然に小握手したから。あ、そうなんや。殿堂入りやね、ビワイチ。ビワイチなしにしようか。ビワイチはそっちにせこいよな、一緒に旅やし。やば、もう気に入って。気に入った？ロック一番お気に入り、一番好きなシーン。好きなシーン、あ、でもそうやったら、これちょっと編集目線になんねんけど、あのウォーターバルーンバトルのあの大使が攻略するときに、なんかこう走、こうなんて言ったらいいのな、その相手のゴールに突き進む瞬間の回想みたいな、あの説明してるあのシーン結構好きやな、編集目線になるけど。プアさんパクったやつ？プアさん、いや、パクってないから。あの、インスパイア。インスパイアさせていただいたやつ。あれ楽しい。パクるっていうのはあれで。パクるっていうのはさ、もう私利私欲だけやん。じゃないやん。やっぱこう、リスペクトしてるから。動画見て。わ、これはすごい、あの、視聴者さんに分かりやすいっていう。プアダンさんすごいですっていうリスペクトの上で、ご利用させていただいてるから。だからあのインスパイアやパクってやね。そこら辺ちょっとな、参考にとかでいいんちゃう？そうや、参考にやね。ウォーターバルーンいいな。今年あるんかな。いや、この間トガリさんに会った時に、うん、まあ、またちょっと消えてきますけどって言ってたけど、あのでも去年はもうこの時期からもうあるであろうっていう、もうあの段階計画立ててはったから、準備とか。そっか、やっぱ準備できひんがきついよな。じゃあ一人ウォーターバルーンしたらいいんじゃん。でも、もしかしたらやるかもしれんから。もしかよ。一人ウォーターバルーン、ね、もしかしたらやるかもしれへんから。あ、そう。もしやるってなったら準備する。まあもしやったらね、もうそりゃ戦術組んで優勝を目指すよ、次は。またミハエル君召喚するの？誰ミハエルって？え、ミハエルシューマハン大使。ああ、大使だね。なんで忘れてるん、自分ね。自分でやったのに。自分でやったのに。自分ボケが台無しやん。忘れてたわ。ミハイル・シューマッハ大使。大使、うん、大使はもちろん声かけるよ。でも俺次は、うん、まあ、あのユルゲン・クロップばりに俺監督になってちゃんと戦術組み立てようかなと思う。やっぱゲーゲンプレス、ね、やっぱゲーゲンプレス重要やな。やばい。こんなやつおらんやろ、ウォーターバルーンで。ウォーターバルーン、ゲーゲンプレス。だってあんなレースで考えたら持ち球決まってるから、うん、そこら辺もちゃんと計算しつつ、全てあのデータ理論上にその配置とかも決めて
やっていけば、まあ、クロップまでは、クロップというのはグアルディオラぐらいのもう、逆にもっといってるやつだね。全て立ち位置ポジションサッカーをやっぱ目指していきたいなって思う、ね、ゲーゲンちゃんとか細かく、きめ細かく、もうあの自由に動いたか、もう全て決められた動きしかしたでもさ、サッカーってさ、相手の情報ありきでやってるんじゃない。そう、だからグアルディオラ、違う、グアルディオラすごい。そうね、だから相手の動きを見つつ、ここにこう相手が動いてきたら、もうこの選手は絶対ここに動けとか、もうそれがすごい細かく決められてね。だから一人かわされても次の選手がすぐ詰めれるとか、ルーズボールになった時もすぐに自分が自分のチームで回収できる。で、回収した後に普通はね、こう顔上げてどこに選手がいるかって確認してパス出すんやけど、もうグアルディオラの戦術は全員がもうどこにいるかっていうのが頭入ってるから、顔上げやんで、もう適当にパス出しても、まあ、適当じゃないねんで、どこにいるか分かってるから頭の中で。パス出しても繋がんねん。で、それが全員が共有できてるから、この顔を上げるこの 0. 点何秒っていう時間を短縮できる。その少しの時間が短縮できたことによって、ゴールまで繋がるっていう。相手が本来であれば足届くところは届かない。これがすごいんよね。グアルディオラのサッカー。いや、こんなんできそうでできひんからね。みんなポジションサッカーでさ、やりたい。もういいよ。いつ止めたらいいか分かんない。手も止まってるし。そうやな。聞こう。一番編集がしんどかった動画。編集がしんどかった動画。まあでも編集がしんどかったってとか、やっぱそのプレッシャーがある動画っていうところで、僕の中で。その、やっぱり期待感がある動画。だから誰かにこう依頼された動画がやっぱしんどくて。まあ、それこそさっき言ってた山添村、あと大江戸、あと戸塚村、この動画が、まあ、しんどいっていうのはいい意味でのしんどいやねんけども、結構まあその見やすくとか、もう一回言って、結構やっぱ視聴者さんに見やすい動画っていうのをこだわって作るっていうところで、まあ、テロップも基本的に全部入れるし、そういったところでやっぱしんどいよね、大変だよね。だけど達成感はあるよね、その作ったで。やっぱ綺麗だよね、見たらすごい。だって山添村なんてナレーション入ってるもんな。嫁がな山添村ディスってるやん。ミッションやん。やんねん、ミッション編集。あれ、これ刺さらんねんけど。待ってるよ、ロックちゃんとポッケちゃんが。待とれよ、お前らの期待を込めてな。お前らの期待を俺の背中に預けとけ。見とけ、お前らのための家や。ほんまに、家やぞ。なあ、家をこういただけるってすごいよな。家ではキャットタワーやからね。ローン組んで買ったんやで。ローン組んで買ってますね。回し好きじゃない？2番。そんなもんか。そんなもん。一応全部回ろう。一番編集が楽しかった動画。一番編集は楽しかったとか、何やろうな。編集やっぱ基本的に楽しいけど。楽しいんや。まあ、それこそ一番最初にやってた時の編集はもうめっちゃ楽しかった。今とは比べ物にならんぐらい楽しくて、まあ、もちろんその右も左も分からんから編集っていう編集じゃないねんけども、今見たら今の当時は何やろ、新しいことにチャレンジしているし、自分らのこの姿を早く視聴者さんに見てほしいっていう期待感みたいなのもあったしで、めっちゃ楽しかったよね、それが。だから昔の動画は全部楽しいし、で最近の動画で言うと、僕が謎スポットを紹介した動画、あれめっちゃ編集大変やったんやけど、あれも楽しかったよね。ちょっとふざけまくったやつよね、コミに対してとか。あれ面白かったね。あれ面白かったやろ。でもあれ結構大変で、てか何が大変って、あの時も、まあ、今もそうやねんけど、基本的にその1日で動画編集を全部やってるから、1日でやらんとかあんのよね。だから何日かかけて編集するんじゃないよ。昔は全部何日かかけて編集してたんやけども、今はちょっと数出したいなっていうのがあるから、だから1日でやってしまうとあかんっていう決められた時間の中でやらないといけないんで。でもあの動画は編集しながらも、これやりたい、あれやりたい、こういうボケやりたい、こういうイラスト使いたいとか、もうほんまにいろんなアイデアバーって出てきて、でそれがまあほんまに時間に追われながらやけども、すごい楽しかったよね。これ K ってどれなの？
うん、なんだろうな。あ、でもウォーターバルーンも楽しいし、食パンさんとのコラボ系のやつも、コラボ系の動画も楽しかったし、コミをいじれるっていう部分で楽しかったよな。コミいじるのめっちゃ楽しいからな。みなみくんをいじるのが生きがいなんか。いや、ちゃうよ。めっちゃ性格悪いやつみたいな。めっちゃ性格悪いみたいな。結構あいつがボケうまいことやってくれるから、そこに対してもっとこうやったら面白いやろっていうのを、なんかこう編集中に思いついたりとかして、だからスローモーションとか早送りとかで引くことかけたりとか、ああいう動画って結構自由にできるやん。でも普段のなんか紹介動画とかって、それやりすぎたらバラエティチック部分が強くなりすぎて頭情報入ってこへんやんか。そうやね。だからああいう動画はそういう自由に結構やってもいいなっていう、食パンさんとかの動画。食パンさんもいじると、いじりまくるよ、いじれるもんは。で、僕自身も自分でいじるからな。タカさん、あっちのキャットタワー見て、完成形一緒やから。ってことはこうか。うん。で、結局一番は？一番な、編集楽しかったやつやろ。うん。コミとアスレチック行った動画かな。ほう。あれ楽しかったな。あれが、なんかそのタイミングが良くてあれが楽しかった理由の一つとして、結構、あの時 BGM にこだわってて僕、BGM にこだわってたっていうか、マグニーさんっていう YouTuber いんねんけど、あのマイクラされてる、マグニーさんが使ってる BGM とか、東海オンエアさんが感動した時に使ってる BGM とか、個人的にめっちゃ好き で、その BGM を見つけたのね。で、これ絶対使うぞっていう思ってた動画やったから、で、しかもあの自由に結構できる編集系の動画や、バラエティチックなっていうところで、最近の動画やったらまあ一番楽しかったんちゃうかな。最近でも結構前になるかもしれんけど、じゃあ最近の動画の編集面白くないんかって思われたらあれやねんけど、おもろいよ編集は。基本的には編集面白くないと思うことはないよね、今のところ。ほんまにないな、編集面白くないって。仕事の編集面白くない。仕事の編集面白くない、先言っとく。やっぱり仕事の編集と YouTube の編集全然違うからね。これは求められるものが全然違いすぎるから、うん、やはり自分がめっちゃいいやろって思うものが作るんじゃないからな、仕事は。やっぱりそこは面白さではないよね、仕事は。で、これほんま合ってる？合ってるよ。ほんまに？どんだけ回さなの？こういうこと。これめっちゃきつく止めといたらなかね。うん。お、ツイポップ。嬉しそうやな。早く乗りたくてうずうずしてる感じする。よし、OK。完成？これだろ。あ、階段な。ってなわけでね、まあ、ようやく完成しました、まあ、やはり慣れないことをやると大変ということはこういうことで、まあ、最近の中で一番大変だった作業です。一番です。そこつなげる、はい、まあね、こういった形で今回はちょっと緩い感じで、ね、一番を紹介させていただいたんですけども、まあ、またね、今後半年先、1年先にね、こういった形でランキング形式っていうものをね、コミと一緒にちょっとこう考えながらやっていけたらなとは思いました、まあ、モチベーションとかにもなるしね、他の人にあのどの動画をおすすめって聞かれた時にこうスッと答えれると思うんで、まあ、そういったところで重要かなと今回やってみて思いました。今回もね、ご視聴ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。旅ってこんなもん TV のタカでした。バイ。この動画が良かったと思う方は高評価、今後も見たいと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。あと